チさん、当ててみて。俺はなぞなぞ遊びは大嫌いだ。僕はフライドロックの王様になるんだ。ああ、よかったな。父さんが王国を見せてくれたんだ。僕のものになるんだ。全部だよ。そうか。飛び上がって喜べなくて悪いな。今腰が痛いんだよ。ねえおじさん、僕が王様でおじさんは何になるの？間抜けなおじさんだ。変なおじさん。お前は幸せだな。そうか、お父さんに王国を見せてもらったのか。全部ね。あそこは見せてもらったのか、あの影のところ。あそこは行っちゃいけないんだって。その通りだ。あそこはとても恐ろしいところで、勇気あるライオンしか近づかん。怖くないよ僕。何があるの？いやいやシンバ、悪いがそいつは言えない。どうして？分かってくれ。俺の可愛い可愛い甥っ子を心配しているんだよ。そうか、たった一人の甥っ子だもんね。だから万一のことがあったら大変だ。象の墓場など王の息子の行くところではない。あった。象の、なんだって？すごい。ああ、しまった。俺としたことが。まあいずれ分かってしまうことなんだがな。頭のいい子には隠しておけないな。これだけは聞いておくれ。あんなところには絶対に行かないと約束してくれよ。約束するよ。よしよし、いい子だ。さあ遊びに行っておいで。忘れるな、これは二人だけの秘密だぞ。